おお願願いいいしししまますすはよろく土田君と同期入団の高橋宏斗君の話もちょっと聞きたいんですけど<ぁ>、まあ、もっと僕は勝っててもいいのかなって思う試合もいっぱいあるんですけど野<ぁ>野さんからはどういうふうにご覧になってますか、まあ、まあ当然まあ打撃、まあ、との兼ね合いだけどもねこれは兼ね合いだけどもただピッチャーの考え方的にはそういうことよりもゼロなら負けないなっていうとこなんですけど実際はねゼロなら負けないんですよ。 彼に関しては春先からコーチとかいろんなことと話し合ったんだろうけど腕を少しこう上げたというねこのスリークォーターっていつも言うようにーーーターの方ががスピド出たりりいろんんな感覚ででスピードが出たたすするんですよただそれを少しこう,こう上げたことによって角度がついてまたフォークボールが得意だとフォークボールがまたいい感じで落ちるようになってきてるっていうところが彼の成長度だと思うんでねこれもやっぱりあのヒロトに関してもやっぱり体力強化だと思いますよ。 肩の持久力ねやっぱり70球過ぎてくるとやっぱりある程度腕が下がりつつあって少しボールがシュート気味にこうボールが入っていくっていうところがまだまだあるんでねでそ,のそれは体のいろんな部分の体力筋力がついてくればその辺の強化もできてくると思うんでねそれの角度がつくコントロールが良くなるこう腕が、ね、下がらずにっていうところは多分ねまたそれはこの,この秋春のね1年間を通しての。 練習だと思うねねこれは、ね、これやっぱ4月とかデビューした当初に比べると明らかにウイニング数が伸びてってるイメージが、まあ、球数が多分減ってるっていうところもあるのかなと思うんですけどコントロールに関してはねこれは落合コーチからもそのストライクがいかにこう取れるんだっていうことを春にやったんでいかにその大事さっていうものをね えー、感じてきてるんだろうし球数がこんなに増えると早めに変わって中継ぎに負担がかかるっていうのはもう一軍にこれだけいると周りからもいろいろ聞いてああっていう風に感じてると思うんでねストライクゾーンでなかなか勝負できるピッチャーって少ないわけですよ実際ねでもその辺ができるピッチャーではあるなっていう風に感じるんでねぜひそういうなんだろうな全部の変化球がストライク取れながらストライクゾーンのギリギリとかいろんなコントロールの中で勝負できていけば ある程度球数は減っっててくるのかなっていうねこの間本人とちょっと喋ってて思ったのは落ちる変化球もインコースアウトコースな緒しはストライクからストライクストライクからボールっていうその投げ分けの練習をもう結構しててそれが試合でもできてるところが増えてきてるとかこの会話をしてて二十歳のことしてる会話じゃないなって思いながらちょっと話してたんですけど。まあでも、うん まあ二十歳の会話じゃないと言うけどもうプロになったこれだけの経験を積んできた中ではもう普通かもしれないですねそれはねえ年齢関係なくねそれはで,できる人できない人なかなかいるからねでも彼はできる中の1人になってくると思うんでねんいいピッチャーですよ本当そういう面ではねいろんな面でそう賢いしねうんスピードがあってあの変化球がコントロールいろんな面でコントロールがつけばそれはもっともっと勝てるピッチャーになりますよ当然ね。ドラゴンズの ノイズノイズパーバッグ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 残り多分あと2回か3回ぐらい登板があると思うんですけどこういうピッチングを僕らに見せてほしいっていうのは何かありますかまあどうだろうね広人らしさが出るのはどうだろうねやっぱりねまっすぐっていうのはねこだわってほしいなと確かに今は少しこだわってるのフォークボールにこだわってるかなっていうところがあるけども基本的にはねまっすぐをこだわってほしいなと。 彼のスピードさえあればあの低め低めっていうことではなくてね彼のスピードさえあれば高めでも勝負できるのかなっていうね、あのー、ピッチャーではあるんでねだからその中でね三振を取ろうと思うとまっすぐフォークだけではなかなかねこれから三振が難しくなると思うんでその中には緩急っていうものが出てくるんでカーブとかね緩い変化球を中に交えてくるともっともっと三振が取れるかなと。っていうのはなぜかって言ったら。カーーブを持っってているピッチャーっていうのは、 ピッチャーの高めのボールをついつい振って手が出てしまうんですよ。で、振ってしまうっていうところがあるんで、だからそこはもしカーブが中に一つ入ってくると、多分三振ももっと増えるかなっていうには感じます。それはね。江川さんとかそうでしたもんね。そうなんですよね。だからあえて三振を取るためには低め低めのフォークボールっていうところもあれば、カーブを投げた後の高めのストレートっていうのも一つの三振を取ることかな。 と思いますよ。いろいろその辺もストレートにこだわりながら変化球かなっていうピッチングをファンの方にぜひまた球数を少ないストライクゾーンでなかかね勝負できるピッチャーで少ないけどもその辺でこう勝負できるピッチャーになってってほしいなと思うかな。はいチャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。 チャンネル登録お願いします。